のガッチさんのサポートのやつを見つけて、誕生日が同じでしてっていうやり取りっていうか、まあ、勝手にやってるだけなんだけどいつもの下りができないんだけど。券売機と券売機の間？待って、今カードなかったよね。今なんとなくクリックしたんですけど、ここにカードなかったよね。忍んでるよ忍んでる忍んでるねえ、忍者忍者じゃん、完全に忍んでたよ今。よかった、見つけられて。ガッチさんでも一瞬で閉じちゃったよ、ダブクリしちゃったもんだって。完全に忍んでたよ今。な、ほら推進部長だよ。これあれじゃん、愛してって人じゃない？あ、レトレトさんじゃん。レトレトさんもずっとだよね。君を探しに来たんだよ。あ、いた。あー！ガッチさんだ。いたー！いた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 。やっと見つけたよ。ずっと探し続けてきた。やったー！やったね。あ、6階にあるんだ。じゃあちょっと最後に撮りますか。おいしょ、ピンポン。あ、ここか。あれ、ないな。あった、あった、ガッチマン V。 あった、やった、ガッチマンさんとはね、お誕生日が6月6日で同じお誕生日という、まさかの、いつもチラザートさんでね、見つけるたびにその話をね勝手にさせていただいてはい、ネタにさせてもらってます。すいません、やらしい置き方だったな、これ気づかないよ。そのための持ちネタみたいになってる。ノルマ達成ありがとうございます。あのトップ4のね、東京ドームだったかな、もう6月1日だったっけ、確か無事大成功されたと、ツイッター写真見ましたお疲れ様でした。いや、すごいな、東京ドームすごい。おばちゃんお休みようか。レトルトさんとか何階あるんだろう、トップ4つながり。あ、これあった、こんちゃーす、レトルトと申しますだ。あった、やった、トップ4東京ドームお疲れ様でしたあった、やった、すげえ、こんなとこにあったんだ。おお、すぐ見つかった。ほな終わるか、割とあっさりだったね。ミッションコンプリート。おお、おお、おお、推進部長らしい。なんか達成感あるわふう、
ね、割と見逃っちゃうもんだね。まあ、ちょうど牛蜜時2時になりました。